キローガは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県南部に位置する自治体。コマルカで、キローガの中心自治体で、マ、ま、タリベーラ桜地域をも構成する。2009年の人口は自治体住民名簿によれば、3829人。住民故障は、クワイロックス、エサ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は96.94%。キローガは、 ルーゴ県南東部、シル川沿いに位置する。北は、ホルゴーソドコーレルと、南は、オーレンセ県と、西は、リバスデシルとアポブラドブロジョンと、東は、ビラマルティンレバルデオーラスと、レオン県の各自治体と接する。県と、ルーゴからは8 4トルの距離にあり、面積は319平方キロメートルを有する。2007年の地方選挙の結果、 自治体市長はガリシア国民党のフリオアルバレス・ヌーニエス。評議会議席はガリシア国民党。8、ガリシア社会党。2、ガリシア民族主義ブロック。1となっている。毎年青週間の最終末には、ドゥーリベイラ・桜の原産地故障でこの地域で生産されるワインのワインフェスティバルが行われる。この地域では白ワイン用のゴデージョダネと、 赤ワイン用のメンシーやダネの2種類が栽培されている。キローガー22の教区に分けられる。ありがとうございます。